中共は最近、南シナ海での活動を活発化させ、周辺国を威嚇しています。一方、中共の2隻目の空母、3頭が最近話題になっています。4月6日、関西メディアの中央テレビ、CCTV は、初めて空母3頭の近距離画面を公開し、記者も初めて館内に入り、内部を撮影することが許されました。中国メディア黄軍時は、 空母3島の食堂では、1日に7食を提供しており、朝昼晩3食のほかに、間食と夜食を2回ずつ提供していると報じました。一方、米軍の空母は、1日5食で、朝昼晩3食のほかに、ブランチと夜食は1回ずつしか提供していないとのことです。中共のメディアが米軍との食事を比較したことは、中国のネットユーザーの間で、笑い草になっています。 あるネットユーザーは、これは海に出る準備をしているのか、それとも豚が売りに出されるのか、と書き込み、別のユーザーは、戦闘力では勝てないから食事を比較するのか、笑いすぎてお腹が痛い、食事の回数が1日2食多い、これでアメリカに2回勝ったことになると揶揄しています。ノルウェー電気通信会社テリアが、4月13日、中教国営の英語放送 CGTN と、 中国語の国際放送 CCTV4 を放送停止にすると発表しました。この決定は中京当局にテレビで自白を強要された被害者による公開書館を受けてのことで、スウェーデンのテリアも先日 CCTN の放送停止を発表していました。中京当局に強要された証言をテレビに流されたとして、被害者13人が先日ヨーロッパの衛星通信事業者、 ユーテルサットに対し CGTN と CCTV4 の放送停止を検討するよう求める公開書簡を送っていました。香港では中共当局に批判的な民主活動家への報復が続いています。4月16日、香港民主派の大物活動家9人に実刑判決が下されました。うち元立法会議員の李拓人氏が禁錮1年2ヶ月、元議員のマーティンリー氏が 金庫11ヶ月執行猶予2年、アップルデイリーの創業者、ジミー大使が金庫1年2ヶ月の実刑を言い渡されました。利拓人氏と指導法氏は、法廷に入る前に、政治的な謙虚は恥を知れ、平和的なデモは無罪だと大声で叫びました。一方、キャリーダム行政長官は、国家安全保障上の問題に関して、メディアに対する監視監督を強化するとし、 警察トップのクリスタング刑務所長は、アップルデイリーは外部勢力に奉仕している、警察を侮辱したなどと非難しました。さらに関西メディアの大広報は、アップルデイリーの取り締まりを求める文章を掲載しました。アナリストはこれは、アップルデイリーに対する取り締まりのための準備工作であると考えています。NTD ジャパンがお伝えしました。